山県の中央部に位置する八尾町。山の尾根が八方から集まる土地に町を開いたことが地名の由来と言われています。小高い丘の上に残る古い町並み、坂の町八尾に響くあの音色が秋の訪れを告げます。よっ、民謡おわらです。毎年9月1日から3日2晩、八尾の人々は歌い踊り明かします。地方と呼ばれる歌、林、三味線、呼吸、太鼓が織りなす調べと踊り手たちの優美な踊りは一つの芸術とも称されます。一目見たい、毎年20万人もの人々が坂の町に押し寄せます。一晩に10万人も集まってみない、さあ水以外何者もない。世界から平穏な日常を奪った新型コロナウイルス。おわらは2年連続の中止に追い込まれました。そして今年、規模を縮小して3年ぶりに開催。次の世代へ種をまく小さなおわらです。久しぶりにおわらの調べが小さな町を包みました。おわらを支える町の一つ、西町。踊り手、牧山葵さん、26歳です。こんなんだったなってぐらいやっぱりやれたんだっていうの実感が湧いてきて、ちょっともうちょっと楽しんで行こうかなと思ってます。新しい元号は令和であります。マスクが必需品ではなかった頃、月1回その忘れないっていうのと見直していくっていうのを、まあ、やっていけばレベルがここまでいっとってもやっぱ下がるから、それを4月から徐々に上げていくんじゃなくて、もう一定のレベルをなんなら維持していくぐらい、みんなレベルうちらいい感じで7月ぐらいまで迎えて、早めに中学生高校生呼んで舞台みんなで出たいなっていう思いがあります。当時24歳、西町の踊り手のリーダーを任せられていました。例年4月から始める踊りの稽古を半年早めて始めたのです。私はそれ嫌いなの。そこまで始末だし面白くないから、そこはそうやね、いろんならしさを出していかな出していかな出していかな、赤いの変言って赤いの変ミクティーね、ちょっと曲がりすぎな感じに、うん、うん、そう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 。おわらの花形、
踊り子の成長を担います。責任重大。新しい子も2人入ってくるしっていうので、ちょっとやってかんけってなったんですけど、よーいよーいよい、全国の祭りを取り巻く深刻な担い手不足は八尾も例外ではありません。口伝の芸であるおわらもその技が衰えるのではと危ぶまれています。どうしよう、ちょっと電気消したいな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアホシナ、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。21歳全力で開けてめ、せーの、はい、チーズ、おめでとう。取りたいから早めに集まったってのもあるかもしれないです。このままいい関係のまま行きたいです。絶え間なく先輩から後輩へ受け継がれてきたおわら、これが今の西町の伝え方のようです。時に奇跡とも形容されるおわら風の盆、全国に名を馳せる大規模な行事でありながら、その運営が町の住民によって担われているためです。おわらの発展に生涯を捧げた越中八尾民謡おわら保存会の初代会長川崎淳二はこう語っていました。300年もの歴史があるとされるおわらは、町の人々によって継承され、独自に進化してきた素人による芸術。八尾の人々にとっておわらは誇りでもあり、命そのもの。そう言っても決して言い過ぎではないのです。年が明けて2020年、以前とは違う重い空気、何かあったのでしょうか。やっぱさ、あそこの舞台でさ、ね、あれが最終目標だった。本当に最終目標とは、それはおわら本番に地元の小学校に設けられる演舞場のことです。観客の前で一年の成果をお披露目する踊り寺にとっての晴れ舞台です。それがこの年会場を変更して行われるというのです。その理由は、去年の実績から言うと17万5千人しか入ってない。これでっけえ 赤字だったんですよね。要するにそのたまたま昨日去年は天候が悪くて観光客が来ないということもあったし、場所をやめてここにしようじゃないかと、赤字になるからと。うちらがどうにかして、なんかこう他にも理由がありました。危ないから噂で聞いたやつではパラが被るとオリンピック終わった後のパラがの日程とおわらの時期が被る平日みたいな。東京パラリンピックとおわらの日程が重なり、団体客の入り込みが期待できない。有料で行うおわらのステージの赤字に拍車がかかるというのです。全国屈指の民謡イベントであっても、その懐事情は苦しく、難しい行事運営の現実があらわになりました。みんなで踊りたかったなっていうのは一つあるね。今年なのに、なんで今年って思ったよ。やだやだ、はあ、この年世界を取り巻く状況は一変しました。
外出許可が出たというもののですね、高知のよさこい、あるいはねぶた、あるとあらゆるものが、このコロナの影響で中止になっているということで、最新の注意を払っていかないかな、いかないなという思いでいっぱいでございます。マスコミ各社に関しましては、ここで退出をお願いいたします。例えばのど自慢大会だとか、そういうものも風の盆ステージだとか、いろんな事業は全部中止になります。この八尾町のこの中に人口は全部で3000人いないんだよ、ね、3000人いないところに一晩に10万人も集まってみない、さ、密以外何ものもない、残念ですよ、うん。はい、あ、ご無沙汰してます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、大変なことになりました。いや、どうしましょうか。まあ、マスクつけて戻るのも変ですけど、いや、でもそれでもそうですね、まずはちょっと今年卒業する予定だったメンバーの思いをちょっと聞いてあげないといけないかなっていうのがあって、このまま踊らずに終わるのか、もう1年延長していただけるのか。踊り手は25歳を区切りに引退しなければいけないという暗黙のルールがあります。この習わしはかつて踊り手の数が多かった時代、浴衣を人数分用意できないことから生まれたものですが、子供が少なく担い手不足の今、このしきたりは時代に合っていないとの意見もあります。実際には人手不足から年齢制限を引き上げている町もあり、習わしと現実の狭間で揺れ動いているのがおわらの現状です。おわら中止の知らせに西町は、その今年亡くなるとやっぱ卒業関連でぐしゃぐしゃになってくるし、ちょっとね、みんなの思いを聞きたいなというのが一番なので、私正直今年踊らんかったらもう多分来年の満足に踊れると思うから、だよね、今年どうにかして少しとかでもいいから、うん、踊りたいなっていう気持ちがあるんだよね。いや、みゆちゃんはみゆはって私、うん、まあ、できれば今年やりたいけど、うんうん、なんかみんなで集まりとか練習するのも、うん、まあ、極力ダメだと思うから、うん、そうなんよね、まあ、現実的なのは来年、現実的には来年に持ってった方が、うん、まあ、いや、私もそう思うよ、現実的に26日すべきでしょ、もうここまで来たら、うん、それは思う。まあなんか26日するのは時間の問題だったじゃん、うん、まあね、私やっぱもう西町も人が多い時代がもう終わったっていうことですね。そうだよね。では引退の年齢を1年延ばし26歳に。しかしその場合、年頃の女性にとっては頭の痛い問題も浮かび上がります。切り出したのは牧山さん。若い子からして26まで結婚できませんと言われたら、まあ、したらしたらもしょうがない時あるんだけど、行きませんと言われて、えって思わんけ、私は思っとった、ずっと女性の踊り手は未婚であることが求められます。1年引退を引き上げると結婚も1年延びることを意味しますが、人生に関わる大きな問題、意見は割れました。就職で県外に行けない人が多く、進学で県外に行けない人が多く、結婚できない人が多く、
恐ろしいよこれ。冷静に考えたら本当に恐ろしい。高校どこ行くかとかからまず始まり、高校で何をしたいのか、部活をしたい、部活が一番になってしまったら大穴の練習にはなかなか来れなかったり、勉強が一番で塾行ったりしたらやっぱりもうそれで終わらんの練習は来れなかったりで、そこから大学どこか行きたいところがあれば県外になってしまったら本当に終わらん時しか帰ってこれないか、それも帰ってこれないかもしれないという感じになっちゃうので、じゃあ本当に人生に多大なる影響を与えている。いやそうですね25まではもう終わらを少しは考えつつって感じになるかなって。風の盆の中止はおわらを取り巻くさまざまな問題を浮き彫りにしました。おわらのない9月1日、ピンもさんも言わんで寂しいわ今こうやっとったらどっかでなんか流す歌聞こえるからね。耳にこだまする残響はおわらの調べ。しかし街を包むのはいつもと変わらない日常と静寂です。感染状況が落ち着き、久しぶりに地方と踊り手が集まりました。本来この年の引退を予定していた踊り寺のために花道を作ろうと牧山さんが企画した季節外れのおわらです。地方衆は浴衣こそ着ていませんが、まるで本番さながらの婦人。いても立ってもいられない OB の姿も。これまで稽古もままならず、踊り手の力不足は否めません。しかしたとえ準備不足でも、人に見られる緊張感があるおわらは後輩たちのいい刺激になると思っていました。
牧山さんもこの日でリーダーを卒業。ごめんね、ここなんで終わらさせてもらって。あおいちゃんのせいじゃないから。あおいのいいやから。まだあるから。終わってないつもりのこれじゃない。最初は舞台なくなるだけだと思っとったらこんな中止になって、もうどこに気持ちを持っていけばいいのかわからなかったんですけど、こちらも本当に悔しい思いがすごいあったので、まあちょっとちっちゃい形ではありますけど、こんな風にできたことはすごい良かったので本当感謝します。来年そうですね、どうなるかわかんないですけど、でも少し一日だけでも外でできたらいいなとは思ってるので、まあ、練習は続けていきたいなと思います。しかしその願いは届かず2年連続の中止。町は3年ぶりのお笑いへ動き出しました。関係団体を交えたプロジェクトチームを立ち上げ、コロナ禍の下で安全に風の盆を開催できる方法を模索します。どのように安心安全を担保しながらやれるか、あるいは観光客の皆さんにどの程度までで満足してもらえるか、あるいは子どもたちや、あるいは地方の方がですね、伝統を継承するのにお披露してもらえる場を作りたいなと思っている次第でございますので。例年多くの観光客が訪れるおわら風の盆、観光客の著しい増加が地域住民の生活に悪影響を及ぼし、同時に旅行の満足度を下げるオーバーツーリズムになっているとの意見もあります。コロナ禍を逆手にとって観光客の制限方法、おわらの援助も含めた行動指針、適切な観覧の仕方など、アフターコロナも見据えた新しいルールを作ろうというのです。住民、招待者、地域外からの来訪者の方はパスポートと合わせてここに記載のものを携帯することを考えております。これによって住民と来庁舎の識別や人流抑制と分散につなげていきたいというふうに考えております。他にも町全体を囲い不特定多数の来庁を防ぐバブル方式の導入など思い切った案も提案されました。町民からは様々な意見が。見てもらうかどうか、人の前で踊るか踊らないかで上達度合いは全然違います。そういう意味ではやはりお笑いはやらなきゃいけない。レベルの高い安全性が取れるかという部分をやはりこれからもっと詰めて、それで是非実施の方向で、これだけのその枠組みを作ってかけるエネルギーっていうのは膨大なもので、余分に費用がかかる。観光客が減れば収益が減ることは火を見るより明らかです。お笑いの衣装一つ作るにしても、男物のハッピーちゃんいくらすか皆さん知っとる？高級なものと安いものとあるんだけど、高級なものは高級ハーフで使う。1着上から下まで50万かかるんだよ。それが各町内に10着あっただけで500万かかるんですよ。みんな自治会で費用を集めて積み立てして作ってきた。伝統維持するというのはただじゃない。そして伝統文化継承のために開催を決意いたしました。小さなおわらの風の盆であります。一般向けの駐車場を設けない、演技時間を短くするなど人流抑制を柱とした感染症対策を行った上で、3年ぶりにおわら風の盆を開催することが決まりました。本当に小さなおわらになりますけども、それが果たしていいのか悪いのかね、今年はやってみて、これではあいつだから来年ならもうちょっと広げようということであれば、来年に向けての一つの定義になると思います。26歳になった牧山さん、今年のおわら引退を待って10月に入籍する予定です。
これでこの辺でこれとかさっきの。ああ、これ誰撮ったん？これも後輩が撮ったんだったかな。いや懐かしい。あら3年ぶり。1日から3日まで。3日間やるってことぐらいしか決まってない。とりあえずは良かったなって思います。けどな本当に何も。定まなんか決まってなくて全然3年前2年前とは違いそうなので不安でもあります。まあ一番上という立場で、でも来年にはもういないわけなので、今は本当に後輩の指導と指導の仕方とかも教えてかんなん。2年の空白を埋めるおわらになります。去年一昨年してないがやろ。だから現場での下の子たちの経験がないわけやからさ、ないって分かっとってやるんと、あるってやっと分かっとってやるんじゃ練習も違うからね。うん、そうね。風の盆まで1ヶ月。1、2、3、4。うん、右手は取った。そう。楽しみだったはずのおわらが、いつしか辛く苦しいものになったという牧山さん。3年ぶりのおわらに寄せられる期待、後輩への責任、重圧にずっと耐えていました。鏡町、町のシンボル、おたや階段下の広場はおわらの人気スポット。鏡町でも住民総出の稽古が始まりました。といっても歌や楽器の音色はラジカセから。地方はどこへ？会場を二手に分けての稽古、人同士の接触を最小限にするためです。この時県内の感染者数はピークに達していました。迫るおわらへの期待と感染の不安、胸中は複雑です。で今年これがしっかりやってくれってことやから、名簿、コロナ名簿だけは、やらなあかん。今までと違うやつだから、俺がやっとった時にはなかった仕事や。今年おたやのレイアウト変えるから、あの踊り場の、まあコロナ対策でちょっとお客さんの入るスペースを変えようかなと思って。あ、後ろに。そうちょっと駐車場の方広く取れる。そう抗原キットよ。抗原キットはこっちでまた配ります。おわらに対して抗原検査を やらなければいけないということで、抗原キットをもらってます。それが今こちらに4000あります。町民の町練りが起源というおわら、今や検査をしなければできない時代になりました。タクシムの踊り子さん、地方の方、役員、あと自主警備とかその他諸々、行事参加者の名簿を各支部行事委員会で作っていただきたい。いやちょっと大変だなと思った以上に大変ですね。そうなんです。全員分、まあ多少は数はあのワクチン打った人とかは対象外になるんですけども、まあ、とりあえず全員検査で、まあ、当日誰も出なければいいんですけど、まあ、陽性出た場合とかいろんなことを考えなきゃいけない。
夜道を照らすぼんぼり作り。これがもう3年ぶりですもんね。やばいやろ。そうなんです、そうなんです、腕が上がってます。やっぱりやってばっか打ったらダメだよね。人間休養が大事なんだわ。これ恒例行事なんで、やっぱちょっとね、楽しみもあるんですわ。で、これが終わったら、そばが出、高野のそばが出るがですよ。今年はどうか知らんけど。いよいよ。9月1日。雨の影響か、客足はまばら。3年ぶり、お客さんを迎えてのおわら風の盆です。西町では踊り手たち念願の舞台を町内に設置。観光客を制限しながら磨いた技を披露する場を確保しました。初めてにしたらね、頑張った頑張った。もういい、もうあとはもう楽しめばいい。舞台の合間を縫って束の間の夕食。お寿司食べたい。食べる食べる、いっぱい取って食べてるの。いただきます。お父さんです。お父さんはあの林しとります。お父さんは林。お父さんから見て娘さんの今日どうでした？見る余裕ありましたか？あ、ま、見る余裕はある。どうでした？3年ぶりでしたけど。どうでした？みんな普通通りに一生懸命やっとって上手くなったなと。上手くなりたいと思ってやったが基本。そう、全員がそう思ってくれればいいんだけど。本当にそれだよね。牧山さんは3人兄弟の次女。幼い頃から日常におわらがありました。あ、これこれ、あ、これ2歳。こんな時からもうおわら。本当に歩いてついていくだけって感じで始めてる。兄弟3人で一緒に行ってって感じです。でそしたら同級生の子とか姉ちゃんの代とかの子たちと一緒に遊んだりして仲良くなりつつ、また青年団になっても一緒にやっていく感じですね。そうですね、割と気が強いというか、でも自分でやりたいって決めたことはやってたような気もしますし、だからお笑いもずっとあの大変な思いしながらでもお笑いの練習とかは続けて、でもやっぱその憧れの先輩っていうのがいるんですよね。その先輩のように踊りたいとか言って、
その、うん、真似というかね、そしてそれをまた引き継いでいきたいとか、後輩にも教えていきたいなと思う気持ちが強いんだと思いますけど。はいはい。踊られた。ジジイの前で。はいはい。はい。はい。先輩や家族から受け継いだおわら、今年は彼女がバトンをつなぐ番です。その頃、鏡町では、よし、こんなにお客さん入ると思ってなかったですね。雨も上がり、坂の町は静かな熱気に包まれてきました。全国屈指の民謡行事として知られるようになったおわら風の盆。立春から数えて210日にあたる風の厄日に風を鎮め、五穀豊穣を祈る行事として伝えられています。暮らしの中で情熱を持っておわらを受け継ぎ、磨き上げられた技を街中で披露するのは11の町。その中でもかつて花町だった鏡町は、演技の艶と華やかさに定評があります。その鏡町、この日もおたや階段はたくさんの人ですが、これでも例年より少ないそう。その上空いてますから、上空いてますから、どうぞ。仲良くね、仲良くお願いしますね。慣れない坂道と人混みで体調を崩す人も。あ、貧血だったんで、今はちょっと休憩されてるんで、はい。今から、おたや階段下で、演技を、始めさせていただきます。見てる間は、マスク着用していただいて、会話は控えていただくようお願いいたします。鏡町では例年観覧席にしていた道を閉鎖し、踊り手の動線を確保しました。今年の風の盆では、町によって異なる人の流れや立地条件に合わせた独自の感染症対策を各町が行いました。お客さんもこういっぱいになったんだけど、特にトラブルなかったですね、全然。あ、はい、そうです。皆さん協力いただいてるんで、まあ皆さん楽しみでいらっしゃってるんで、喜んでいただけましたよ、はい。規模を縮小し、伝統をつなぐことに重きを置いた小さなおわら。3日間の入り込み客数は12万人、例年よりおよそ4割減少しました。しかし、入り組んだ町の構造は今年も密集を生み、一部では身動きが取れなくなる場所も。来年へ課題を残しました。最終日、西町のおわらは町流しと公民館で行う最後の踊りを残すだけ。大丈夫、晴れる、晴れると信じて。なんか早く行きたいんじゃないかな。雨、
天気微妙だもんね。そうなんよね。雨が降ると楽器が傷むため中止になってしまいます。急で飛ばして帰ろう。やった。え、なんか時間だからゆっくりって言われたけど、いいですか。よっしゃ。雨降るから行こう。しかし雲はよからぬ方へ。あ、降ってきた。やだやだ、逃げ切りたいね。ねえ、したくない？公民館前で。もうちょっと練習するのに。町流しは半分にも満たない時間で取りやめに。はい、公民館帰るよ。今年のおわらにはタイムリミットがあります。あと45分。雨の様子ですか。例年の定番になっとるのがこの舞台の最後の卒業生の今のフィナーレといいますか、大事な時間なので。これ本当これぐらい。今年最後、そしてお笑い人生最後、こんな時でも稽古です。自分の26年を精一杯伝えます。あ、そう、そんなもん。もう一回。雨がパタリと止みました。さあラスト頑張るよ。そうね、来年には葵ちゃんとはるかちゃんはおらんと思って踊ってください。大丈夫、みんなうまなった。お願いします。あ、ウィプティーに最後寄る。もう大好き。ミルク大好き。マイちゃん大好き。やったー。大好き、大好き認定された。あー、ふーちゃん、あんた頑張ったね。あ、最後、頑張るよ。もうちょっと。よしよし、いいぞ。いや、頑張ったみんな。最後よ。はい、ふーちゃん、あんたよくまとめました。よくやりましたよ。ねえ、やだ、ちょっと泣ける。私が泣ける。はいはい、ちょっと待って。ふう、深呼吸。やばいやばい。はい、頑張るよ。舞台に臨みます。
26年間踊らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でしたね。でも本当に2年やってないのを感じさせない感じで終わらできたのでとても嬉しかったです。私の踊り方とかは伝えれたかな。でこれを続けていってほしいっていう思いも伝えていけたかなって思います。やりたいことはやったかなって感じです。日本は生きている。季節が一つ一つつながるように大切に受け継がれていく日本がある。祭り、人を一つにする無心のエネルギー、そんな生命力を求め人は祭りに帰ってくる。祭りの力を日本の力に、その思いを胸に大道グループもまた一人の祭り人としてふるさとの祭りを見守り続けている。この国のどこかで今日もあったかい、日本の心のすぐそばに大道グループ。